はい、どうもロイドです。今日はですね、ちょっと面白いニュースを見かけたんで動画撮ってまして、なんでもエヴァの LCL をもとにコロナの治療のアイデアが生まれたっていう記事なんですよね。今毎日新聞社さんのネットの記事に来てるんですけども、ちょっと読んできますね。尻から酸素、呼吸不全を改善、エヴァ法コロナに応用の可能性。腸でも呼吸できる土壌をヒントに、酸素が少ない環境で豚やマウスにお尻から酸素を送り込んだところ、呼吸不全の症状が改善する傾向が見られたとの研究結果を、東京医科歯科大の武部貴則教授らのチームが14日付の米科学誌に発表した。新型コロナウイルス感染症治療などで行われる人工呼吸管理を補う新しい選択肢として実用化を目指すということで、酸素を溶け込ませた特殊な液体をお尻から注入することで体内に酸素を入れて、呼吸が困難な人にも、酸素を与えるっていう、もうまんま LCL なものが作られようとしてるっていうことなんですよね。実際このエヴァ法の名前の由来がですね、読みますね。換気などを意味する英単語の頭文字を取ってエヴァ法と名付けた。液体を使った呼吸が登場する人気アニメエヴァンゲリオンにも影響を受けたという。ということで、まあエヴァとか、まあ、エヴァの制作者の庵野さんの発想が世界を救う医療に貢献したかもしれないっていう、そういう話なんですよね。もう僕ね、この記事見てすごい嬉しくなっちゃって、まあ、まず単純にコロナ対策の可能性がまた一歩進んだっていうのがもうすごく嬉しくて、まあ、少しでも今苦しんでる人とか、今後コロナとかで苦しむ人が楽になれるような技術が進むっていうのは、もう社会にとってすごくいいことじゃないですか。で、それに加えてアニメっていう文化が医療や社会を良くすることにつながったっていうニュースがすごく嬉しくて、まあ、実際 SF の本来の価値ってこんな風に社会を良くすることなんですよね。どういうことかっていうと、この話って岡田斗司夫さんが堀江さんとの対談とかでも言ってるんですけども、まあ、宇宙船とかロボットとかタイムマシンとか、そういう SF 作品の設定ってそれをきっかけに科学の発展につながるっていうのが素晴らしい点なんですよね。例えばドラえもんが22世紀にあるから、22世紀までにドラえもんとか AI 作れるように頑張ろうとか、ちょっと古いですけど2003年が鉄腕アトムの誕生日だから、2003年までにアトムみたいな二足歩行のロボットを作るのを目指そうとか、まあ、そんな風にアニメや漫画小説が科学のヒントになるって結構あるんですよね。もちろん科学って論理の世界だし、まあ、すごい真面目な世界ではあるんですけれども、まあ、そもそもの発想の始まりはアニメとか、まあ、要は一般的には低俗って言われるものがヒントになったりするんで、まあ、今回もアニメがまた一つ世界の役に大きく立ったっていうようなニュースを見られてすごい嬉しくなりました。いや本当ね、この技術エヴァ法実用化されるといいですよね。今回は以上です。見ていただきありがとうございました。